です。今日はうつ病について動画を上げようかなと思い、今撮影をしています。うつ病といったら仕事を見つけるには困難じゃないかとかいろいろよく考えるんですけれども、今私自身が国家資格を目指しています。でも国家資格の条件の中に心身の状態が良くない人は登録できないということになっています。今それが現状です。なので、おそらく国家資格、まあ取れたら嬉しいんですけれども、取れなくてもまあ今それは頑張ったという証なんで頑張っていこう、また来年も頑張ろうとは思うんですけれども、まあ取ったからいいっていうふうに思えたらなと思っています。でも実は、去年もその試験に受けて、まあ、去年は不合格だったんですけれども、そのちょうど1ヶ月ぐらい時間があったので、ちょっと簿記2級を取ろうと思いまして、簿記2級を1ヶ月ひたすら独学で勉強してみました。さあなんとか合格できました。自分で拍手するのは何なんですけれども、やっぱり頑張りは報われたら嬉しいなっていうのはありました。で今回はその国家試験を勉強してちょっと終わった、ちょっと自分の中でも結構何年か勉強してるのでちょっと疲れてきたな、その勉強もちょっと疲れてきたなと思って、ちょっと今度やってみたいなと思ったので今日ちょっと本を買ってきました。これです。プログラミングをやろうと、全然わからないので超入門ですね。ちょっとこれを秋口ぐらいから始めようかと思います。なんで今日買ったかというと、ペイペイで今住んでる市が還元セールをやっているっていうことなので、ちょっとその還元にあやかろうと思いまして買いました。なのでこれを使うのはまだまだ先なんですけれども、これからもうつ病とかいろんな病気で苦しんでいる人も何かね、やることできればなとあれば一緒に頑張りたいと思います。とか一緒に頑張りましょう。頑張るっていうのはあんま言っちゃいけないんですけれども、それは分かってるんですけども、自分自身がよく分かってるんですけれども、まあ、励まし合いましょうと言いたいところです。ということでまた今日夜タイピングの動画を撮ります、アップしますのでどうぞ見てください。ゆっちでした。